飛んだボールですけど、こう南選手のこのなんか落ち着きですよね、はい、なんかこうちょっと危ない、お川田抜けた、川田右足巻いてきた、うわー前、大宮3点目、残留に向けて大きな大きな1点、ロングフィードでこのまあ競り合いですよね、ここでしっかりマイボールにした中で落ち着いて、まあ、キーパーのポジションを見ながらの頭上を抜くシュートでしたね、はい、少しこうボールもカーブした分、清水選手がね少しこう憶測を誤ったような感じにはなりましたけども、まあ、シュートを褒めるべきですね、素晴らしいシュートだと思います。